時に腰は簡単に回って、こう膝はすごく中に入って、ものすごくこうバタつきが多いんだよね。外方向にプッシュしてる感じ、大きくで打っていいよ。かなりミート率っていうのは上げることができると思います。あのね、前回、まあ、ちょっとこう飛距離重視すぎて、強く打ちすぎて、動きが大きすぎるから、無駄な動作が大きすぎるから、ちょっと軽く打てるように練習しないよって言って、まあ、今この状態です。でも今ね、この状態でも僕から見るとやっぱり無駄な動きが多すぎる、意味をなさない動き。琴ちゃん、じゃあ打ってみようか。はい、そう、すごくおとなしくなったよね。前回に比べるとバタつきね、頭の動きとかも減ったんだけど、まだちょっとこう足の動きなんかもタイミングも合ってないし、運動量も大きいで、ちょっとこういうドリルがあるので紹介しますと。特に琴ちゃんの場合、こうバックスイング上げるときに腰は簡単に回って、こう膝はすごく中に入って、ものすごくこうバタつきが多いんだよね。でそれを、まあ、トレーニングとかでよくこうやって股関節の、ね、トレーニングとかもやったりするでしょ。それと同じような感じでゴムチューブで、ちょっと今琴ちゃん用にこう縛りました。これでこのまま吐く感じ、そうそうそう、ちょっと窮屈かな。大丈夫、痛い、紐の状態だと痛いんです。あ、紐の状態だと痛いから今厚くしてるんだよ。はい、じゃあ、はい。で、この時に今、まあ、特に X 脚の人によく起こるかな。こういう X 脚の子っていうのは足がこう中に入りやすかったりしてしまうので、構えた時に少し外方向にこう広げる感じで構えます。で、O脚の人はあまり意外となんなかったりしますね。これは足のこう足の、まあ、つき方というか癖なんだよね。で、今この状態からちょっとやってみよう、構えてみようか。構えて両膝を外方向にプッシュする。そうそう、あんまりしゃがまなくていいから、普通の高さでグッと両方プッシュする。で、これで一応運動量大きくね、大きくゆっくりってテーマは同じで、どうぞやってみな、上げてみな。もう一回アドレスして、ずっと外方向にプッシュしてる感じ、大きくで打っていいよ。そうそうそう、もう一回。そう、ここで外方向に少しこうプレッシャーかけて打つ。そうそうそう。で、今みたいにプッシュしてる感じだと左の足が中に入らなくなるんでね。バックスイング上げてる時にこれが外に、海外のメジャーリーガーがこうやってやってる時に外にこうやって割ってるでしょ。で、日本人選手でこういう感じなのと、 X 脚の選手は結構中に入りやすいんで、それによってミート率が、まあ、著しく落ちてるって思う場合はこういう練習とかっていうのをやると、かなりミート率っていうのは上げることができると思います。もう一回やってみよう。外方向に、あ、構えて、そう、琴ちゃん結構 X 脚なの分かるでしょ、足内側に入ってるの。そう、構えて外、そう、少し外にプレッシャーかけて、そう、ほら、ずいぶん足の使い方綺麗になったでしょ。そう、今みたいな感じ。だからこういう癖がある選手はこういうゴムのチューブとかで練習してくれるといいかな。だから細いと痛いんだって。だからこういうふうに厚いゴムの方がいいかも。はい、ぜひ試してください。はい、今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。